こんにちは、金座一里の三田崎です。またお会いできました。今日は、着物着ていくにあたってね、こう最近細身の方、そして雪が長い方すごく多いんですね。スレンダーな方がね、そうするとどうしても脇の下この辺あたりがダボついてしまう、すごく気にする方が多いんです。前はね全然平気で着てたんですけど、やはり今モデルさんのように着たいという方が多いですからね。このダボつきの解消の仕方についてちょっとやっていきたいと思います。では始めますよ。はい、ここのあたりのダボつきがね、皆さん気になるっておっしゃるんですね。前身頃の方を後ろに引いてしまうっていう手もあるんですけれど、私はここでダーツを大きくダーツを取っています。ご自分の肩の山からまっすぐっていうか少し斜めになりますけれど、下のおはしょりまでしっかり、折りたたんでしまいます。そうするとね、ここも脇もとっても綺麗になるんですよ。で、反対側もダーツをこのように肩山から取ります。それを紐で、抑え込んでいくっていうね、方法をとっていますね。はい、そうするとここのシワが、脇のシワがね、ご自分の手の内側になって見えなくなりますので、ここのダボつきが解消できると思います。下に引くことも大事ですよね。下にグッと引いてしまう、そうするとここのダボつきが中に、脇の下に入るっていう方法になります。深めに取るということと下でしっかり止める、これは伊達締めでも腰紐でも大丈夫ですよ。はい、いかがでしたか。皆さんちょっと練習すると簡単にできますので、必ず下までダーツをしっかり深めに取る。そして今ここにダーツあるんですけど、こういうふうに手をしてるとほとんど隠れてしまうところになりますので、この辺がすっきりできると思いますね。ぜひこれはね、練習しないとできないかもしれないので、頑張って練習してみてくださいね。ではよろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いいたしましょう。